ヨハネス・ヘベリウスの製図に描かれたアルゴー・フナ・アルゴー船はギリシア神話に登場する巨大な船の名前である。アルゴ船、アルゴーーゴとも。船大工でプリクソスのコアルゴスが建造したので彼の名から命名された。イオールコスの英雄、イアーソー・オンがコルキスの黄金の羊の毛皮を求める冒険のために建造された。アルゴー船の乗組員には有志50人が募集され、 これに応じて平楽ース、双子のカストールとポルデウケイス、オルペウス、リュンケウスなど、ギリシア神話で活躍する英雄たちが乗り込んだとされる。彼らをアルゴナウタイと称する。ホメーロスのオデュッセアがアルゴーブネに言及した作品としては現存する中で、最も古く第十二書でキルケイがアルゴナウタイについて物語る。アルゴーブネの冒険を主題とした作品としては、 ロドスのアポローニオスによる女子誌アルゴナウティカが現存最古である。映画アルゴ探検隊の大冒険割れハリーハウゼンの代表作として知られている。クライマックスの骸骨との検討は特撮史に残る名場面として名高い。ありがとうございます。